深川県尺行徳分室は千葉県市川市にある東京地下鉄の車両基地である東京メトロの車両基地で唯一千葉県に立地している深川県尺行徳分室入庫する列車左端に見える高架の軌道は後に増設されたもの敷地面積59,860平方メートル車両留置能力130両東西線0名電液東方 江戸川の右岸に位置する。1969年に帝都高速度交通営団の下名天留置線として完成。1981年に行徳検築として業務を開始した。2009年4月には深川検築と組織統合され、深川検築行徳分室となった。主な業務は東西専用車両の列車検査と営業線、対応である。 入出庫線は当初2本で本線の B 線の下をくぐって、妙天駅の中線に至る構造だったが、後に本線 B 線をアンダークロスせずに妙天駅に至る線が1本増設された。廃車車両の解体は当建区内で行われている。当社庫建設にあたっては、隣接して江戸川放水路が流れていることから、水害対策として約3メートルの森土をした。 森津治療は約22万立方メートルにも及び千葉県から搬入した東京地下鉄東京メトロハンドブック2009参照 AB ネコパブリッシング公式パンフレットで見る東京地下鉄車両の歩みから1000型から1000テーマで P264AB 帝都高速度交通営団東京地下鉄道東西線建設士ピアニッシュも 540から542、なし、ありがとうございます。